今回はレベル57からやっていきます。グレーフライを100本まず川で釣ります。レベル57の場合はこのような感じのスピードになっております。ちなみにこちらレッドフライでこの場所で釣ると本ロコが釣れます。グレーフライでは本ロコは釣れません。ここからは編集で2倍速にしたデータをお見せします。ゲーム中は2倍速で釣ったりとかはできません。 この倍速にしないとすごく長い動画になっちゃうので2倍速だったら、まあ、ちょっと釣り上げた魚とかもギリギリ見えますし YouTube の設定で1 2分の1とかね設定ができて普通の速度で見ることもできるのでもし普通の速度が見たいよっていう人は YouTube のやつでちょっと遅くしてみてくださいこれ場所によってもね変わるかもしれませんこれグレーフライ こちらのところで、グレイフライ、今回50個使いました。後半ちょっと50個は他の場所でやるんですけど、ここの場合は、ハゼが一番釣れましたね。ハゼが12匹、ハスが10匹、アユが9、バーベル7、土壌5、ウナギ4、赤目1、ヤマメ1、ブラックバス1ですね。これ多分編集では、 わかりやすいように、ここで何匹釣れましたよって一覧見せてると思います。あと、魚肉の数とかは、この後ちょっともうまとめて見せる感じにしております。星1だったら魚肉は1点に入ります。で、星2だったら魚肉は2。で、今みたいな感じで星3だったら魚肉は3つですね。で、途中ちょっとレベルが上がったので、レベル58になったら、このようなスピードですっていうのを、 なんか動画の中で見せてるんですけど、ちょっと倍速ここだけやめるってなったら、ちょっと編集がまた大変なので、ちょっとそちらはね、やってないんですけどね。だ、ま、い、あ、たい0.15秒ぐらいでしたよ。1レベル上がる感じの短縮は。で、何本使ったらレベル1上がるのかっていうのは、ちょっと前の動画をね、見てもらったらなと思っております。これ私編集してから、この、 何の魚が釣れたのかってグレーフライ100匹の結果をやろうと思ったんですよふと場所によってね明らかになんかちょっと差があったのでもしかしたら場所で変わるかもしれませんこのあとちょっと他の場所で釣るんですけどブラックバスがちょっとここよりも多く釣れたりとかしましたねだからもしかしたら他の場所でハゼはあまり釣れないとかハスはあまり釣れないとかあるかもしれません 私のイメージではなんか土壌が一番釣れるのかなと思ったんですけどね。あと赤目とかヤマメが今回1だったんですよ。他の場所でこの赤目とかヤマメが釣れやすい川の場所とかあるかもしれません。だからちゃんとこの川の場所によってもね、釣れる魚。だからいろんな場所のところグレーフライで釣ったっていうやつお見せしたいところなんですけどね。まあでも全体的にいろんなところで釣ってたらね、グレーフライでなんか 釣れる魚はね、全部釣れると思います。で、グレーフライで釣れる魚星さんでも、そこまでね、1時間の水族館に入れるやつね、レベル高くないんですよね。だから水族館に入れる場合は、レッドフライとか使って、本モロコとか、本諸子星さんを狙ったりとか、そちらの方がね、いいと思いますよ。であとちょっとびっくりしたことがもう1個あるんですよ、後半。グレーフライでは釣れないと思ってた。 魚が釣れたんで、そこちょっと今後のの動画の編集で、でで実はグレーフライで低確率で釣れますみたいな感じ。で、今みたいな影のやつですね。これもううなぎってすぐわかりますよね。で、ね、黙々とこれね、映画見ながらやってたんで、この無音なのは音消してやってました。あの、編集で音消してます。テレビの音とかいろんな音が入ってるんでね。これ2倍速でやってるからこのような感じのスピードなんですけど、 これ普通の速度だったらまあ私のこのレベルが結構上がってるから早いんですけどね。なのでちょっとこの期間あるじゃないですか。この釣ってる期間。これかけるにすれば OK です。そしたら50匹釣るにはあこのぐらいの時間がかかるんだみたいな感じで。3倍速でもいいかなと思ったんですけど、3倍速だったらちょっと早すぎるんですよね。ここのやつ確認できないとか。まあ、後から動画見直すためにもいいかなと思って。あと YouTube さんの設定でね。 0.5倍速だったかなあるので、あ、ちょうど2倍速だったらね、いいかなみたいな感じですね。だからまあ、こんな感じで。なんか、あと、BGM 今無音なんですけど、もしかしたら、なんかフリー BGM をつけてるかもしれません。だから、もし音楽が流れてたら、これはエルフの森の音楽ではなくて、フリーの BGM を ちょっとつけてるみたいな感じになっておりますんでね。それちょっと概要欄に書き忘れてたら、ちょ、ちょめさん、あの、この音楽ど、何の音楽ですかってちょっとコメントしてくれると、ちょっと概要欄で、フリーの BGM を使ってますって、ちょっと後,後々やるんでね。これね、数えると大変でしたよ、私。私はちょっと倍速にしちゃうと見逃しちゃうかもしれない。あと計算してですね、50匹ちゃんと釣れてるのか、1匹1匹。<laughs> これ本当にね、 編集めちゃめちゃ時間かかってますよ。ね、まあでもね、グレグレイって結構簡単に作れるんでね。まあ、何か釣り,釣りたい魚とか、今後ね、お魚図鑑が実装もしあった場合は、まあ、ちょっとこの場所はこれが釣りやすいんだなみたいな感じで、ね、やってみるのがいいと思います。そろそろですかね、54だからあと4回ですね。まあ、2倍速でも。 で、一応、カウンストさせたやつは、まあ、今回はちょっと無理かもしれませんけど、次の動画でね、カウンストした時のやつ、どのぐらいで釣れるのかって。まあ、後半もしかしたら、ちょっと倍速にしてないやつをちょっと見せてるかもしれません。どのような編集になってるのか。で、これと、100匹釣ってみたんですけど、これと次のやつを足してみてください。これで50匹釣り上げました。 先ほどちょっと見せれなかったレベル58は3.45秒です。で、50匹釣った感じの巨肉の数は79個集まりました。約1.5倍ちょっとですかね。次は場所を変えて残り50個はやりました。ちなみにこちらも結果はお見せしてるんですけど、さっきの場所と比べて釣れる魚がちょっと変わってますよね、確率が。 でも私今回この2箇所しかやってないんですけどもし他の川の場所やってたらまた違う結果がね出てくると思いますこちらは前のところと比べたらブラックバスが6になってます先ほどの場所はブラックバスが1だったんですけどあと今回びっくりしたのがグレイフライでもつごつれました皆さん前回の動画で グレーフライ、モツゴでは釣れませんって言ったんですけど、ほんと超低確率で、モツゴ、グレーフライで釣れます。だから本当にびっくりしましたね、私。だから100回でモツゴ。もう私1000回2000回とかグレーフライで釣ってるんですけどね、ちょっと、 何の釣り竿でモツゴを釣ったのか忘れてたからちょっとグレーフライは確か釣れないのかなみたいな感じで私が見た録画データが悪かったですねたまたまモつゴを釣ってない録画データを見てグレーフライでは釣れませんって言ったんですけどだからそこはちょっと今回ね訂正させていただきたいと思いますまあでも普通にね釣ってたらモつゴもね釣れると思うんでだからモつゴ欲しかったらちょっとグレーフライじゃなくて1個上のまあブルーとか ブルーでツつワがどのぐらい釣れるかっていうのはちょっと検証してないんですけどね。で魚肉の数に関してはここと最初のやつの合計のやつを最後にお見せしますのでちょっと引き算をしてもらってここだったら魚肉は何個手に入ったのかとかで、星の数とかあるんですけどね星,の2星2とか星3どの場所が一番釣れやすいかっていうのはねちょっと検証してないんですけどだ大体いい魚肉の数で。 見たらわかるかなと思っておりますけどね。ここ、相変わらずハゼが結構釣れましたね。他の場所だったらハゼがもしかして釣れない場所もあるかもしれません。釣れにくいところ。だから、チョメさん、ハゼがなかなかあまり釣れません。いい場所ないですかこの場所と先ほどやったところです。あと、アユはこの辺はちょっと両方比べてみても多い方ですね。ハスもそこもそこですね。で、あと、今回の 私の確率の問題で、たまたまね、ハゼが出やすかったり、ブラックバスがちょっと6個、さっきの場所より出てるみたいな感じもあるかもしれません。実際皆様がここやったら、あれブラックバス6ってなってるけど、ブラックバス全然釣れないんだけど、そういうのあるかもしれません。あくまでもこれ確率なんでね。ただ私ちゃんと釣ったところ全部お見せしてますからね。 ら本当にこんな確率だったんですよ。で、赤目とか本当に全然出ませんね、ここ。赤目とか多分ね、他の場所で釣れやすい場所ってあると思いますよ。あと、ヤマメもあまり出ないから。この辺りは、ちょっとヤマメとか赤目狙うんだったら、ちょっと他の場所で釣ってみるっていうのもいいかもしれませんね。うなぎはそこそこあまり出ないから、土壌がね、出ないっていうのもあれだった。で、今ちょっと2倍速ばっかりやってると、 本当の速さっていうのがわからないと思うので、最後、ちゃんと普通の速度のやつをお見せします。ちょっと眠たくなるかもしれません。BGM 変えたりとかもしかしたらしてるかもしれない。なんか明るいやつとか。とりあえず2種類撮っておいて、あと BGM ありのやつをちょっと撮って、まあどっちにするかっていうのは後々ちょっと考えようと思っておりますのでね。ブラックバス星3とか見ますね。19とか。 ほんとね、大変ですよ、この釣りレベル。釣りレベルに関しては本当前半大変なんですよ。レベル20までにするやつとか、すごく時間がかかるんですよ。ただ、なんか後半に行くほど、結構楽,楽っていうか、早く上がりましたよね。すぐ釣れるんでね。だからレベル40からレベル60まではね、結構サクサク進みました、本当に。全然違います。 でも、あの、魚肉の数とか、なんか1500個でいくらとか今安いんですよね、すごく。で、今これ59だと3.3秒ですね。で、こっからちょっと普通の2倍速じゃないです、こっから。普通の速度ですね。ちょっとお見せしますね。まあ、こんな感じなんですよ。あの、普通にやってたら。私、編集で見やすいように2倍速とかしてますけど、私こんな感じで頑張ってました。普通に。 で、あれ、水族館にも結構、もうある程度も普通に入れてるから、もう気を抜のボタンを押せば OK です、ここで。いいって。だからね、もう、ただね、このレベル59になって、早く釣れるのはいいんですけど、慌ただしくなっちゃう。私、テレビ見ながらやってたんですけど、テレビ見ながらスマホ操作してるんですよ。スマホとテレビを両方見ながら。結構忙しいです、これ。結構疲れますよ。なんか、ちょくちょくスマホの方を見ながら。 やったりとかで、この場所でやってるっていうのはいいですよね。川が広いんですよね。だから投げ入れやすいんですよね。だからテレビ見ながらやったりとか。最初の場所だったらちょっと川の場所が狭いから的確に入れないとダメだけどね。まあでも慣れたらこんな感じに感覚でできるんでね。早いですよね。結構レベル59になったら。で、カンストはね、レベル60でした。これはね、次回ちょっと動画で投稿するので、ちょっと見てくれるとまた嬉しいです。次回はね、海の魚を 100匹ほど釣ってます。私がまた頑張って一個一個手打ちでやって何の魚が釣れたか何匹とか数えてやらないといけないからちょっとね長くなっちゃうけどまあでも投稿と作る時間が私違うのでまあ2日か3日以内は出せてると思いますけどねまあでもいろんなところでね 満遍なく釣れば、OK、ですなんかブラックバスを星さんさから結構見ませんかなんか星さんが出やすい魚とかもしかしたらいるんですかねなんかでもいろんな場所でやりたいですね。検証。だから今回私がここの川で釣ったんでちょっと他の場所で100匹釣った結果とか <laughs> なんかあったらね、まあ、気軽にねなんか X とかで投稿してくれてたらちょっと見ます。 まあ適当にいろんな場所でね、釣ってたらいいかな。ね星さも全部一応集めましたからね。だからちょっとびっくりしたのが本当にモツゴだけですね。あと右上、宝箱マークが出てるから本来だったらお宝拾って広告見てやるんですけど、ちょっと動画の撮影上こんな感じになってます。あと残り4ですね。この後ちょっと魚肉の数をね、お見せします。ね、結構サクサクですよね、でも。 もがおぉ、びっくりした。もつごですよ、これ。ここ、私ちょっとびっくりしてます。<laughs> あれいや、びっくりしてないわ、この。私、編集してる私がびっくりしてる。これ、テレビ見ながらやってるから、あまりもつごって気づいてないかもしれない。もう、ただこ、魚肉って出てるところを押してる。何の魚が釣れたかって見てないですからね、これ。やってる時。この、釣れたらもう魚肉ボタンを押す。そちらの、なんか <laughs>、感じでしたね。テレビ見ながらやってたから。編集の私がびっくりした、今。 このような感じでしたね。で、後付け実況です、これ。で、こっから、あと残り1匹か。皆さん、最後のじゃんけんタイム。何が釣れるでしょうか私は、結果忘れた。なんでしょう、この魚は。当たれば運がいいですよ、あなたは今日1日。あゆでした。早めに言っとけばよかったな。レベル59だと3.3秒。先ほど見せた通りです。魚肉の数は100匹釣った結果です、これ。こちらでした。155ですね。だから約1.5倍ですね、やっぱり。 ご視聴ありがとうございました。受教者はちょめでした。